皆さんどうも、ゲーム研究会のエミです。今回はアーマードコア6のちょっとした小ネタを紹介したいと思います。皆さん一番最初のチュートリアルをプレイした時に必ずここでスタートしたと思うんですけど、どうやらその場所に後から行くと隠しボスがいるそうなので会いに行きます。ミッションはこちら、グリッド135相当で、チュートリアルクリア後に行けるミッションになります。身分は手に。メインシステム戦闘モード起動ということで来ました。現在地がチュートリアルでカタパルトに乗っていた場所になります。本来であればここにいる敵を倒せばすぐクリアできるんですが、さらに戻っていきます。ここの小さな道を進んだ先が最初の場所になります。はい、専用のボイスがついてて透明な敵が待ち構えています。そんなに強くないのでサクッと倒せます。ということで倒せました。不明機体の撃破を確認。仕事に戻れ621。あとはさっきの道に戻って通常通りに敵を倒せばクリアになります。少し長いのでカット。はい、無事にクリアしました。あのボスを倒しても特に何もなく専用のボイスが聞けるのと、少しだけ報酬が増えるぐらいになります。ということで今回の動画は小ネタ紹介でした。少しでも面白かった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。